甘辛に絡まってる。やばい。じゃん。久々にこちらにやってまいりました。はい、ゆでたまごです。ゆでたまチャンネルへようこそ。早速入ってきます。野菜オーブンのスペシャル評価ため、ほうれん草と魚介炒め、はい、以上です、はい、本当はラーメンからなんですけど、ちょっと今日は先にトッピング失礼します。めっちゃ美味しいです。合うんです。こちら、魚介炒めです。 OK!おいしい。ありがとうございます。お客様からおいしいいただきました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。お客様お願いしてです。ありがとうございます。美味しいですね。茹でたものか。ありがとうございます。組み合わせです。北極野菜シチューにほうれん草と味玉です。ありがとうございます。麺がね、スペチョーってやつでめちゃくちゃ硬いんですよ。お米を固めで食べるような方はもう間違いです。粉の香りもやっぱ強く感じます、風味がやばいです。めちゃくちゃ美味しいんですよ。シャキシャキした野菜が、辛み、旨辛に絡まってやばい。結局ね、1から10倍までできるんで、皆さん順番に試してみてください。クラゲがめっちゃ美味しいです。幸せ。美味しすぎる。
結構最近新宿ね、店長さんが結構ノリがいい。はいはいはい、あの会社部長ノリがいい。なんかめちゃくちゃ感覚置いていっても覚えてる。あーもう覚えてる。すごいなーみたいな。多分中本の中で接客ナンバーワン。うん、初めてお会いした時に、なんだこの優しい方を見て。ビールが大好き。すいません。もうほとんどなくなってきちゃいました。今日水なしチャレンジしようとしてたんですけど、そう、美味しく食べた方がいいから。いや、チャレンジしてみたかったんですよ。結構流行ってますよね。なんか、そう、水なしチャレンジでってアポ取った。そういえば。しっかり、あの、飲ませていただいてます。中本さんね、アプリ入れるとね、ウーロン茶ね、いつもね、いっぱい無料でついてくるんですよ。皆さん、クーポンがあって。麺、ね、大盛りとかもやられます。初めて中本さんに行った時衝撃的でした。もともと辛いの好きだったので、こんなになんか辛いのにちゃんと特化した、しかも旨辛、なんか結構唐辛子入ってると苦くなっちゃうことが多くて、うん、比較的あの糖度の高い店で使ってるんで、うん、あの全体の質量換算で言うと細かく甘い、乾燥されてる分、こう糖度がギュッとこう同じ 100g でも全然甘い。トマトより甘いってやばい。10倍でもやっぱり一口目は甘みとか糖とか感じるんですけど、ブルタミン酸もかなり多いです。私が結構野菜シャキシャキとかこうトッピングされたものだからと思ってたんですけど、唐辛子自体野菜からの甘みももちろん出ます、うん、一味がかなり出ます。こうしてる間に終わっちゃった。ごちそうさまでした。美味しかったです。めちゃくちゃ辛さが心地いいんですよ。本当に心地いい。心地いい辛さいただきました。どうも。店員さんにマジで元気をもらう中本さん。女性でニンニク気になる方、私の友達とか結構そうなんですけど、ニンニク抜きとか言うとやってくれるので、ぜひ。なんか本当に細かいなんか指定ができます。なんか油少なめとかもできるし、麺の量も半分とか3分の1とか4分の1とか、なんかいろんな男がいて一緒に行くと、あんなに忙しいのによく店員さん聞いてくれるなみたいな感じぐらい
なんかできる限りのことはもうやらせて本当に旦那さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。とても美味しかったです。ありがとうございます。今日の動画いかがでしたでしょうか。もう普段私中本さん本当に大好きでよく食べてるんですけど、動画でねやっぱ辛いの食べてる姿を見たいって結構コメントいただくので、今回も辛うまといえばということでね、あの中本さんにお邪魔させていただきました。今日もとっても美味しかったです。北極10倍完食いたしました。ありがとうございます。またなんかこのメニュー食べてほしいなとかあったら、あとこのメニュー好きだよとか、このトッピングがおすすめっていうのあったら、ぜひコメント欄によろしくお願いします。ではゆでたまごでした。